今日の御言葉、ルカの福音書4章24節から30節。そしてこう言われた。誠にあなた方に言います、預言者は誰も自分の郷里では歓迎されません。誠にあなた方に言います、エリアの時代にイスラエルに多くのヤモメがいました。3年6ヶ月の間、天が閉じられ大飢饉が全地に起こった時、そのヤモメたちの誰のところにもエリアは使わされず、シドンのサレファテにいた一人のヤモメの女にだけ使わされました。また預言者エリシャの時には、イスラエルにはサラートに侵された人が多くいましたが、その中の誰も清められることはなく、シリア人ナーマンだけが清められました。これを聞くと、街道にいた人たちは皆憤りに満たされ、立ち上がってイエスを町の外に追い出した。そして町が立っていた丘の崖の淵まで連れて行き、そこから突き落とそうとした。しかしイエスは彼らのただ中を通り抜けて去って行かれた。イエス様はご自分の故郷のナザレに帰って宣教の働きをされました。しかしナザレの人々はイエス様の子供時代を知っていたので、イエス様のことを信じることができませんでした。彼らは言います、この人はヨセフの子ではないか。そこでイエス様は預言者のエリアとエリシャの話を出します。預言者のエリアとエリシャが使わされた時代は不信仰な時代でした。ですからエリアとエリシャが何を言ってもイスラエルの民は神を信じませんでした。イスラエルの民が不信仰であったので、エリアとエリシャは異邦人を救いました。つまりイエス様は何を言いたかったのかというと、ナザレの人たちには信仰がなく不信仰であったので、救いはあなた方にはないんだ、これが言いたかったんです。だからこそナザレの人々は怒り狂ってイエス様を殺そうとしました。つまるところ、人が救われるには信仰が必要です。信仰がなければ救いはありません。イエス様を主と認めた者は救われます。しかしイエスを主と認めない人は救われません。イエスを信じる者は救われるんです。ですからどれだけ信仰というものが大切なのかがわかると思います。信じないものではなく信じるものになりましょう。何を信じればいいのか、それはイエス様の福音です。イエス様の十字架の死と復活、それによる罪の許しを信じればいいんです。そうすればあなたは罪許されて救われます。今日あなたに信仰はありますか？もしイエスを信じていない人がいらっしゃるなら、今この瞬間イエス様を信じましょう。そうすればあなたは救われます。ガリラヤのナザレの人々のように、かたくなにならないようにしましょう。 All for Jesus!